んにちは、上竹モータースの北川です。5年目の山根です。イエーイ。今日の企画は何でしょうか。社員の愛車紹介です。なんと今日はこの2台なんですけども、 YouTube 初のメンバーが2人とも、はい、早速紹介したいと思います。かわいい、かわいい。今日は女子会ですね。そうですね。じゃあ自己紹介をお願いします。3年目保健部の国重です。2年目の島田です。若いわ。私は8年目やね、もう。はい、今日は若い人に合わせていただいて、はい、頑張る。お願いします。ちもっちの車から行きたいんですけど、タフと、なんでこう数ある中からこれにしようと思ったん？もともと見た目がすごい好きで、1年目営業やってて、こう車移動とかしてたんですけど、その中で軽自動車で唯一、席が分かれてて、運転席と助手席。へぇー。それがすごい良くて、スライドじゃないのが欠点やったんですけど、ようよう考えてみたら、今一人でしか乗らんし、子供もおらんし、大きい荷物も乗せないから、スライドいらないよねってなって、この子に。じゃあ結構即決やったんやな、担当。逆にあの間がいいっていうタイプのやつですね。結構K って繋がってんの？そうなんです。ベンチシートめっちゃ多いんですよ。間に物置けなかったりとか。欠点はあるんやね。はい。外装なんですけど、もう、しもっちのこだわりがめちゃめちゃ詰まってるんで。はい、私のこだわりポイントなんですけど、まずそもそもボディの色白にしたのは、一番、無難で、で、下取り金額すぐがつきやすいんですよ。だから白は外したくなくって、で、カタログ見たときに、タフトってなんか緑とか、ベージュとかがめっちゃ有名やと思うんですけど、ふと思ったときに、あれ白ってあんまおらんなと思って、被りたくもなかったんで、他と差をつけたかったんで、ブラックパック。あ、なるほど。あ、これブラックパックな。はい、ブラックパックです。ここと、ここが。取っ手が黒くなってる。黒になるの。黒になるのがブラックパックになってます。あれですね、以前紹介したあの、酒井ちゃん？あ、リカくん。そう、リカくんのやつは逆にホワイトパックやったから白やってんな。はい、そうです。これもこだわってんもんな、めっちゃ。すごい。純正オプションのステッカーなんですけど、メッキパックもつけてないんで結構のぺっとしちゃうんで、なんかメリハリつけたくて、これも黒で合わせて。すげえ、めっちゃこだわりや。おしゃれですね。おしゃれですね。自分用にカスタマイズできるってことですね。次はマイくん、行きまーす。お願いします。これはもう私と一緒のハスラーなんで。で、スタイル2。あ、2ですね。山根は ?1 です。じゃあ一個新しい。しかもね、めっちゃ羨ましいんですよ。私乗ってるものからすると。なんでなんで ?2 になってから、クルーズコントロールが追加されたんで、サーブじゃないとつかへんけど、これには標準装備されてるということで。見た目変わらんよな。はい、全然変わんないです。もうそれと、色が増えたのと、あとなんか、ナノイーがナノイー X になって、何が違うかちょっとわかんないんですけど。めっちゃかしそう。これもよくなって。いろんな車の中からこれにしたの。もう、見た目。見た目ない？ドンピシャで見た目が可愛くて、もうだからハスラーの中で悩んだって感じ。なるほどな。あとは私に憧れたって言ってました。ほんまに？はい。色はめちゃめちゃ迷ったんですよ。一目惚れしたのはオレンジやったんですけど。あ、なるほど。ファンブレットのこの色が、可愛すぎて、あ、これにしようみたいな。なるほど。悩んでましたけど。めっちゃ確かに。私に憧れて黒と悩んでたけど、あ、そう。結構好き。外ってなんかオプションつけてたりする？ほとんどつけてなくって、ただ J スタイル2は最初からつけてくれてるんで、確かに。そう、なんかあんまりこう自分からゴテゴテつけなくても、デフォルト可愛い。デフォルト可愛い。つけなくても、そう、この目立つんで。確かに。結構ギラギラしてるんでね。クリオネちゃん見つけれた？ちゃんと。私ね、心が。ここに見てもらえます？これ。クリオネちゃん。わかります？これ。わかってほしい、このクリオネちゃん。北川さんも気になってると思うんですけど、あいつ、これね。何のキャラクターなんこれ。ポケモンの。何も？多分、ヒラビーです。多分、ヒラビー。間違ってたらほんまにポケモンファンの方ごめんなさい。最初の御三家じゃない？いや、わかんないです。え、違うの？御三家じゃないんだ。多分、ぬいぐるみ乗せたかったんですけど、タフとここが、逆傾斜になってて、乗せれなかったんで。あ、なるほど。そう。私、このオレンジが良くて、G グレードにしたんですけど、うん、オレンジと、外のボディの白に合わせたやつを探したら、この子がいてました。もう一個ね、めっちゃ気になるのが、つけたまんま乗ってる、これ。フィルム。これみんな外されるんですか？外すね。絶対に。全然外ししたよ。これ、
つけますよ、皆さんね。わかんないですけど。純正のディスプレイオーディオ。ディスプレイオーディオ9インチしてて、大きいよな、大きいし、めっちゃ便利。あともう一個は、開けて乗る人タイプなんやなって。これ私あんまり特にこだわってなかったんですけど、あったらあったでめっちゃいいです、うん、どういうとこが写真映えします。あ、どういうこと、どういうことですか。で車内とかので写真撮るじゃないですか。あ、なるほど、周り映えます。あ、いろんな人乗せるんですけど助手席、なんか開けてるだけでやっぱ広いなって言われる。確かに、ほんまやな、全然暗さ違う、雰囲気ちゃうわ、広く感じる。でこのコックピット形式の、はい、これがお気に入りで、はい、めっちゃバサついてんもんな、この車。 G のグレードにしたらほとんどのやつついてくるんで、ステーリモとトルコも、ごめんなさい、オプションでつけました。あ、オプションでつけた、はい、ありました。使ったことあるよ。あ、全然めっちゃ使ってますこれ。へー、サーボタンもついてるし、シートヒーターも両方ともついてて十分やな。十分です。人が乗ったとしてもね、うん、うん、電動パーキングとブレーキホールドがもう天才です。天才。これがないと私乗れないです。やっぱ便利。え、便利です、めっちゃ。ブレーキホールド特に。わかる、それめっちゃわかる。ほんまに便利です。足が疲れへんからいいよね。なんかこんだけの装備が元からちゃんとついてるのが素晴らしいです。確かに。おー、これも見慣れた内装ですね、はい、これ使ったことある、はい、あ、あります、あります。高速とか行ったらやっぱ便利ですね。やっぱそうやんな、うん、勝手に。確かに。そう、もうこれだけやってればいけるんで。確かに、私ももう欲しいですもん今。最近めっちゃ思います。便利です、めっちゃ。でハスラーもこの間空いてるタイプ、うん、間空いてます。ちょっと狭いんですけど、でもなんか物入れれますね、うん、ここにさ、うん、めっちゃなんかゴミ溜まらん。ゴミ溜まる。ゴミ溜まってる。それやけど、私めっちゃネックなんです。めっちゃ可愛いやん。え、これ可愛いでしょ。ジムニーとかもそうなんですけど、なんかこう、いろんなハスラー専用のやつが出てて、それがいいですね。愛を感じますね、めっちゃこれ。これが可愛くて、確かに。買いました。こいっちゃん気に入ってる機能なんなん？ハスラーの。一番気に入ってる機能、これかな。フルコンかな。ターボにはしてないんだよ。ターボにはしてないんですよ。そう、だから坂道とかになるとなんかオーンって頑張ってる音はするんで、なるほど、安いやつね。ちょっとターボつけといたらよかったかなとも思ってます。リアルですね。確かに。でも燃費がやっぱいいですかね、あの、うん、ハイブリッドになる。めっちゃいい。20めっちゃいい。めっちゃいい。私も結構荒い走りしますけど18とかです、うん、やっぱいいですね。ちなみに私のタフトは平均15とかです。 15? あ、やっぱ違うんや。ノンターボ？ノンターボです。やっぱ違うんですね。そうなんや。可愛くて経済的な車って、うん、ここの中何入ってるか見ましょう。やばい。ここ隠せるからもう好き勝手に入れてる。色が入ってるな。やばい。これはね、あの、ここのゴミ箱にしてるやつ。すごい、待って。エコバッグやと思ってた。さっきまで。こっちのハスラーと全然。じゃあ、しかもさ、この充電のやつもめっちゃ可愛いなってる。そう、これ可愛いんですよ。クマ。あ、加えてる。そう、クマ。地味な、私のつけたやつ言っていいですか？これです。え、それ自分で。フック？ダイソーなんですよ。シールになってるんですけど、フックをなんか3個セットとかで売ってて、マスクかけたりとかできるので、めっちゃ便利です、これ。あげるわ。ちょっと憧れのこれできてんな。そうなんですよ、これ。これかわいいんですよね。羨ましい。ドリンクホルダーにぶっ刺してるんで。こういうのを乗せるっていう発想が、私と吉永と三島さんにはないですね。ないですね。女の子とかやったらこういうアレンジできますよっていう。ね、ちょっと。女ですよ、一応。私ら女ですよ。ここのさ、網網にめっちゃゴミ溜まる。もうゴミ溜まります。ほらだ。これはなんかこうバウンドさせて弾き飛ばすっていう、純正のマットにもしてますしね。そうそう、あ、そうなんですよね。ハスラーって文字入ってるね。そうです、これお気に入りです。下田ちゃんはここなんかあの防水みたいなやつに、ナバーマットやね。そう、私まださ、あのお店の紙マット引いて、はい、ああ、毛、髪丈のやつ。そうけど、なんか汚したくなくて。やっぱさ、広いよな、はい、車が乗るには。これもついてるし。あ、そうそうそう。あ、いいね、大。いいね、これタフトないんやったっけ？ないです、それ。そうなんや、はい、オプションとかでもないんか。ないです。へー、こういうところがやっぱこうちょっと実用的やんな、うん、うん、出かけたり。あと前後移動するしな。そうですね。やりやすいですね。シモッチのタフトシアモンなんで。ないです。あ、そうなんや。前後移動もないし、リクライニングもないです。あ、へー、リクライニング。そういうので言ったら、ハスラーの方が
いいんや。後ろ塗る人、うん、アレンジはすごいいいですよね。後ろの広さとかどんなもんなんやろな。タフト、うん、一緒ぐらいだから。でもタフトは多分ハスラーに比べて圧倒的狭いと思います。なんかデコボコがあって真ん中のところに見てもらって見れるんですけど。そうです。あ、ほんまや。ほんまやわ。そう、ほんまや。足元だいぶあれやな。これももう動かないです。ここからもう座椅子が全て固定されちゃってるんやね。はい、動かないので。荷物あんまり置かへん人とかやったら逆に。うん、いいよな、囲まれてるかみたいな。そうですね、荷物何乗せてるのそれ。靴大量に今ちょっとするんかな。ちょっと引っ越しやね。あ、今引っ越し中、はい、ということで愛車紹介やってきましたけども、しもっち、はい、タフトはどんな人におすすめですか？結構メリットデメリットが分かれてるので、後列シートが動かないとかっていうのはあるんですけど、それ以上のメリットが私には刺さったので、ちょっとサンルーフとかももちろんですし、置けるところがあるとか、そうなので、そういうメリットがもうぶっ刺さった人にはもうベストな車になってるかなと思います。ハスラーはどうですか？見た目がまず好きな人はもちろんおすすめですし、私みたいにあんまり車に詳しくないっていう人でも、最初から必要な実用的な機能だったりとか、あとは快適に可愛く乗っていただけるかなと思います。あと、後ろの人とかも使えるものがこうあったり、後席動いたりとかっていうのはあるので、みんなでお出かけするときとかでも楽しく乗れる車だと思います。おー、最後に北川さん。どうですか、はい、女性で乗るならこの2つすごい乗りやすい車やなと思います。なるほど、松田の車を乗り回してる北川さんからも乗られる車ということで、皆さんもコメントでどっちが良かったか、どっちが気に入ったかコメントしていただければと思います。そんな神竹ではタフトもハスラーも取り扱っておりまして、 1.99 もやってるので、ぜひお問い合わせお願いします。チャンネル登録と高評価、グッドボタンお願いします。お願いします。松田舞くんでした。ありがとうございました。後ろも見てください。後ろ、あ、中入ってたシェルフこれちょっとラックもちょっとお姉ちゃんからもらったばっかりでした。これ戻ってこないっていうそのままで来ちゃいました。ね、しもだちゃんあれやもんね、何人兄弟やっけ。私4人です。4人姉妹です。そう、多い、はい、そうだよ。成功長女。あ、成功です。成功。そうなんですよ、4人姉妹なんて姉妹何でももらいものばかりです。確かにめっちゃ便利です。